紹介いたしましょうね。アフリカンダンスというのはアフリカの伝統舞踊とこういうことでございます。日本で言ったら何でしょうかね、民謡の踊りみたいな感じなんでしょうけれども、アフリカンダンスということです。で、石川先生、前列の民方においでになった方が石川先生なんですけれども、今シルバー大学の方でいろいろご指導 してらっしゃるわけです。で、宋さんもその生徒さんの一人とこういうことになるわけですね。で、やはりアフリカンダンスというのは、心とこう体を解放して元気にこうストレス解消で踊るという非常にこう躍動的な歌で、あんまり型にはまらないでですね、先ほどみたいにこう好きにこう踊っていただいていいわけでございます。子どもから障害者の方もいらっしゃるようですし、それからシニアの方もいらっしゃるし、もう年齢を問わずにですね、生き生きとこうハッピーに踊っているという、とっても楽しいダンスだと思います。先ほど申し上げたように型にはハマっておりませんので、好きにステップを踏んでですね、手を広げたり足を左右に動かしたり前後に動かしたりしてですね、好きに踊ればいいと思いますので、後半どうぞ皆さんとご一緒に踊っていただきたいと思います。さあ、それでは準備もできたようでございますので、後半参りましょう。はい、間違っても大丈夫かな、皆さんのみを参加してください。盛り上げてください。じゃあ、音楽お願いします。
しいですよ、このダンス。どうぞ出てきてください。皆さんこんにちは。はい、今日はね、皆さんとアフリカンダンス楽しんでいます。